右手にマイク、左手に、鶴橋、あなたのハートをゼロゲッサー、左手にサイムやだ左手にサイム、皆様、あずき、債務者となっております。猫猫ファイナンス、借り入れ、ダイヤ、返済に向けて、今日頑張りたい。1100ダイヤ。これ、ちゃんと返せないとですね、猫猫アイランドに、強制労働。いやだね、ちょっと聞いて。猫猫アイランド、招集のご案内が来てるんですよ、今日。あずき様、猫猫ファイナンスにてダイヤを借用していらっしゃるお客様に、こちらご案内しております。借りたダイヤを返すお手伝いをさせていただきます。トロッコで楽しく、猫猫アイランドへレッツゴーっていう、これをちゃんと返さないとまずいことになるぞ。社長が、カナタン社長が、あれ、びしょびしょの ASMR 。え、びしょびしょの ASMR って何かよくわかっていませんが。なんかそれで、まだ、ペコちゃんにね、ペコちゃんに、まあ、それを売って、かつ、接待旅行をするというね、案もございます。あんま深く考えとこう。そう、そして、ペコちゃんからダイヤをいくついただけるかわかりませんが、接待旅行、温泉旅行、にお連れすることで、何かいいことが起こる可能性がある。社員を守るとは、かなたーん、かなたーん、あずちゃんへ、旅行当日はペコらが喜ぶ衣装で頼むペコ。え、なにこれ、はなんだこれ。おー、待って、ダイヤがあるんだけど、このダイヤ取っていいの？一個だけやれた方が。一ダイヤで喜ぶ衣装を頼むペコってこと？最終手段か。これを取るときは。じゃ、一旦ちょっと、これは罠。これは罠。寝れるかな？